ステラタウンは埼玉県埼玉市北区宮原町一丁目に所在する三井不動産商業マネジメントと三井不動産が管理運営している大型ショッピングセンターである富士重工業大宮製作所跡土地の北部拠点宮原土地区画整理事業により区域内の中心商業施設として建設された三井不動産グループが開設した 国内通路に面して店舗が並ぶエンクローズドモールと野外通路に面して店舗が並ぶオープンモールの両方がある複合型のショッピングセンターである。開業時点では各店舗の伊東洋菓道宮宮原店の他に純各店舗としてザダイソーやマックスイエローハット、ルームズ大正堂などを排した多角型のリージョナルショッピングセンターになっていた。 専門店街のステラモールは3層で総延長は約200メートルとなっており、開業時点では専門店は物販91店舗に飲食店17店舗の合計108店舗で売り場面積は約2万平方メートルという構成になっていた。オープンモールの野外通路も屋内と同様に3層となっており、ステラ通りと名付けられている。施設のシンボルとしてイーストゲートには 建設前からあったメタセコヤの大木を残し、ウエストゲートには、時計台を兼ねた星型のオブジェ、メローペの塔を設置してあり、塔施設の外観を特徴づけるものとなっている。また、アットイーズやオフのオン、リバンスといったインテリア雑貨店や、東洋雑貨のカラコ、沖縄雑貨の沖縄料品ショップなど、雑貨関連で特色あるテナントを多めに出店させたことも、 当施設の特徴の一つとなっている。伊藤洋華堂大宮宮原店と公園との間に新たな別館を建設して家電量販店などを入居させることになり、公園棟として2012年10月17日に開業した。なお、伊藤洋華堂大宮宮原店は開業時点では店舗面積約18,100平方メートルの内直営は 1> 約1万3500人となっており、同店内にも約4600平方メートルの専門店が導入されている。当地には1930年に地方競馬規則を根拠として大宮競馬場が開設されたが、1939年に交付された群馬資源保護法に基づいて閉鎖され、約10年でその歴史に終止符を打つことになった。 競馬場跡地には1943年3月に中島飛行機大宮製作所が新設された。この中島飛行機大宮製作所は航空機エンジンを製造していたが第二次世界大戦後の1945年8月には中島飛行機が平和産業イコール民主中心の製造業へ転身に伴って富士産業を大宮工場として 民生用のエンジンや軽車両の製造に転じた。しかし、富士産業は企業再建整備法による分割に伴い、1950年8月7日に大宮工業となった後に大宮富士産業として事業を継続した。昭和20年代後半には戦後初の国産ジェットエンジン、ス -1 の開発にも携わった。大宮富士工業は、 富士工業や富士自動車工業、宇都宮車用、東京富士産業の4社が合併して1955年4月に富士重工業に統合されたことに伴い富士重工業大宮製作所としてエンジン類や軽未和車の生産拠点となった1995年10月に富士重工業大宮製作所は北本市に移転して跡地は大宮事業所に名称変更された 1996年2月には、富士重工業大宮製作所跡地の一部を、大宮市土地開発公社と、住宅都市整備公団へ売却し、1999年3月から、中島飛行機大宮製作所時代からの大煙突の撤去を始めた。富士重工業大宮製作所跡地に開設された、ことにちなみ、ブランド名、スバルの由来である、スバルから、星を意味する、 ステラの名称が付けられている。2006年6月に発売された自動車スバルステラの綴りはステラである。2010年には埼玉市と富士重工業の主催で電気自動車プラグインステラの展示及び試乗会が行われた無料シャトルバス。ありがとうございます。